こんにちは。日曜日ってね、僕らの時代って僕あね朝ね、それをうとうとしながら見るんですけどね。今日ね、土屋太鳳さんとね、中谷美紀さん、草笛光子さん3人のね、やつが、だったんですよ。なんかね、面白いというか、中谷さんも土屋さんも草笛さんも、なんかね、仲いいみたいで、特に中谷さんと草笛さんがね、仲いいんですよね。中谷さんが草笛光子さんのことをお母さんってね、呼んでるぐらい仲良くて。で、中谷さんは、この人ね、すごい女優さんじゃないですか。まあ、僕が覚えてると思いつくのは、嫌われマツコなんですよね。あれは本当にいい映画で、僕がね、エンタメ業界で映画会社にいた時に、ちょうどやってた頃かな、やった後ぐらいですかね。そこのね、スタッフとして参加した人間がフリーでよく出入りしてて、中谷さんの話とか、嫌われマツコの制作の話だったりとかを聞いたりとかしてて、もうその時のことを思い出したりとか、すごく新鮮な気持ちでね、今日はね、今朝はね、見れたなと思って。でね、中谷美紀さんってこれで見るとものすごく面白いフランクな人だなって思いましたけどね、喋りっていうかね、話してる内容がめちゃくちゃフランクで面白くて、今ね、外国人と結婚してね、まあ、ヨーロッパの方に住んでるんですよ。ウィーンですかね、ウィーンに住んでる。ウィーンだからオーストリアとかですかね、住んでるのがね、なんかこう、クラシックの音楽家みたいな方と結婚してるんですよね。それで、草笛さんがね、中谷美紀さんにね、ウィーンで誰かいい人探しておいてよってね、遊び行くからっていうね、ことを言ったんですよ。だから中谷さんは受けたまりました。マッチングアプリで探しますっていうね。マッチングアプリで探すんかいと僕は思ってね、面白いこと言うな、相変わらずと思ってたんですよ。そしたら中谷さんがいきなり、土屋太鳳さんに、太鳳ちゃんはマッチングアプリとか使ったことある？こっそりと、みたいなことを言ったんですよ。で、結構、土屋太鳳ちゃんは、かなり罰が悪そうにというか、何をこの人聞いてんだみたいな感じの顔になってて、ないです、全然ですと、まあ言いますよね、そりゃね。いや、私マッチングアプリよく使いますなんて言えないですよ、使ってても。しかもこんな全国放送で。いや、もうすごいぶっこんでくんな、中谷美紀と思いましたけどね。で、それでまだ続くんですよ、中谷さん。まだぐいぐい押すんですよ。ご職業柄あんまりね、公にはね、とかって言うんですよ。でもそういうお友達がしてるような合コンとかみんな知ってるでしょ？お友達は、とか。今度合コンの話をする。合コンとか行くの？って話なんですよ。土屋太鳳ちゃんは、まあ合コンでいうか飲み会みたいな感じにはなるのかなと思うんですけど、行かないですね。すごい羨ましいなと思う瞬間あるんですけど、周りの人たちがいろんな人に出会えて素敵なのかなとも思うけど、次の日のこととかが心配になっちゃったりとか、あまり積極的ではないなっていうふうに、まあそんな話をしたんですよ。まあ、これでね、見てるとね、今日のね、僕らの時代を見てるとね、まあ、中谷さんはもう本当に、あれですよ、面白い。もう攻めてくるなと、バラエティだって思ってるんで、面白くしようなってしてる感じがあって、土屋さんはね、土屋太鳳ちゃんはね、なんかね、優等生っぽいことなんですね、すべてね。仕事の話に全部結びつけようとするんですよ。こういう、どうやって演技を考えるんですかとか、この女優になろうと思ったきっかけは何なんですかみたいな感じで一生懸命振るんですよ。でも、中谷さんはめちゃくちゃ外した話をして面白いエピソード話を入れてくるんで、まあ、もう中谷さんが一番面白かったですね。うん。中谷さんと、まあ、草笛さんの掛け合いが面白かったですね。草笛さんに向かって中谷さんはね、いや、ママとゴキブリは地球が滅びても死なないですよとか言ったりとかね。うん、かなり面白い人だなと思う。そして土屋太鳳ちゃんは、でもいつも美紀さんに現場で太鳳ちゃん恋愛は大丈夫よっていつも言ってくださっていたので、そこは大切にしていきたいなってみたいなことを、まあ、だから優等生なんですよ。なんだっけな、中谷さんとの土屋さんが言ってた思い出っていうのが、またこれも優等生っぽくて、ジムに行ってるって言うんですよ。土屋太鳳さん行きそうじゃないですか、ジムに。で、中谷さんがそこに同じジムだったと。で、こうランニングマシンで走ってたら、隣で、なんか喋りながら走ってる人がいると。見たら中谷さんで、何喋ってんのかなと思ったら、
台本こうも読みながら走ってたって言うんですよ。いや見られちゃった、恥ずかしい、いたのその時みたいなことを中谷さんが言ってて、でなんか土屋さんは、いやー中谷さんでもちゃんと台本覚えるんですね、崩して演技をやるような人かと思ってたら、ああやってちゃんと影の努力もするんだなと思って、私も頑張らなきゃと思いましたみたいなね、なんかすげえ真面目な話ばっかしてね、土屋さん面白くないんですよ。だからもうそういう人をね、中谷さんがね、例えばマッチングアプリとかするのって言ったら僕はめちゃくちゃツボだったんですよね。いやー面白いこと言うな、ぶっ込むな中谷美紀はと思って、さすがだなと思いましたけどね。うん、その時のね反応がめちゃくちゃね、僕はね朝からね笑えてね良かったです。こんな感じの話です。ではでは。